コ飯詐欺になったからね。タコ飯、タコ取るとこからやりたいね。タコ取るとこから。俺一回タコ釣ったことあるから。だけどタコ釣った時俺感動したけどな。壺釣り竿で、いや、サビキ、サビキで釣れんの？いや、釣れないじゃない。いや、釣れた。引っかかってんだろ、どうせ。違う、ふーって釣ってきたの。サビキ、おーまあ、だってそれで、やったんだぞ。サビキで、ありがとう。では、こっち終わりますね。ありがとうございました。サビキ釣り、またよろしくお願いします。ファニーの民家はどんどん進化してるって。進化してるって。またコラボかよ。何言ってんですか。はい、バルスです。ピッチ、最近生意気なやつ多いかな。生意気なやつ今年はもう徹底的にゴミはゴミ箱へ。わかりましたか。はい、養分さんっていうようなやつらだけ残しっか。はい、養分さん、おはようございますって。はい、おはようって。そうだよ、キラキラが好きなんやって。そういうキラキラしてる方が好きだろう。そんな当たり前だろ、キラキラ。タコ取ったな。タコ取りたいな。なんか船釣りしたい。船釣りしてその魚を食ってビール飲みたい。船釣りして、お、お疲れ様。お世話分。ホタルイカ、ホタルイカももう始まるからね、まもなく。毎年行ってるよね、何気に。行ってる、毎年一回、富山毎年。ちょっと船酔いしない。俺も船酔いしないかな。お、お疲れさん。お、ありがとう、今回5個。センキュー。あ、ヌートリア取りもしたいね。ヌートリア、ヌートリアとカメ。カメが一番面白いよ、アホみたいに取れっから。あのカメ配信ってやられたらダメだ、ダメだとか俺言われっかもしんないよね。カメの密漁とかで、カメ、うん、なんとか公園行くと池があるんだ。外来種はあげちゃダメなのか。カメカメペってやるよ。もうわっさわさ釣れるんだよ。入れ食い、入れ食い、もう10匹とかなんだ。で、カメ置いてレースさせるんだ、どっちが早いか。なあ、カメレース。外来種は確かダメなんだよな。捕まんねえだろ、カメ取って。カメ取って捕まったら嫌だよ。今年あれ行こうと思ってたのにね、うなぎの密漁に声かけてみたりとか。ヌートリアだって俺捕まえたで、もう2匹。ヌートリア2匹。あ、金塊ありがとう。あ、花火もありがとうございます。はい、仲良くしてください。えらヌートリアって、もうこんなでかい、なんかネズミみたいな。ありがとう、花火。ビバーいるんだよ、そいつが。で、網でバッ捕まえて、とっ捕まえたのよ。じゃあマジで2匹、ヌートリア。そしたらあいつらやっぱ、なんか知能あるんだろうな。
死んだふりしやがったのひっくり返ってもうなんか腹くくったんだよヌートリアが。でコメント欄は2つに分かれたね。こんなの動物虐待だよって流れるのとめちゃくちゃ面白いわっていうので 2択になったね。2択先生級2択になった。お、お疲れ様、ここありがとう、いつもありがとう、ビバー。カリちゃんもいたよな、カリちゃんもいたよ。ここに入ってる。ここに入れてる。カリちゃんだよ。漏らしたの、おしっこ漏らしたの、もう笑いすぎて。いや、あれめちゃくちゃ面白いけどね、ヌートリア取り。怖いぞ、ヌートリア、マジで。なんか、隙見せたら、こっちがやられそうな気になって。ヌートリアって何？魚？魚じゃないって、でかいネズミだって、こんな、こんな、こんな。ああ、川とかにさ、いるやつだって。川とかにヌートリア、そう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 、カピバラみたいなやつよ。ボブネズミみたいなやつ、でかい。そう、その人形の中身サラサラの砂って知ってたか。知らん。家でこぼしたらめんどくさい、最悪。いや噛まれるだろ、噛まれたら指取れそうだけどな。その辺のなんか猫よりでかいから。で川泳いでんだよ、ビャーって。で夜になるとビュッて出てきて草食ってんだよ。草食ってんだって、マジで。ユイト噛みついたら危ない、この人形。ユイトの檻の中にぶち込もうと思ってる。ユイトの、ユイトの檻の中にぶち込もうと思ってるけど、俺食用で持ち込まれる。あれな、あんな食ったら病気になるわ。あんなん食べたら病気になるで。見えないですけど。無理無理。バーベキューとかには向いてそうだけどな。捕獲して大丈夫なの？だ、ダメだよ。勝手に食ったら言われんじゃない、さすがに言われんじゃない、怒られんじゃない。何の本買うか、漫画とかがいいかな。暇つぶしできるような漫画とかがいいんじゃない。それを渡してあげないと。2人で行くなら6冊ぐらい入れるの。そう、あと金か。クロスワード、そう、書き物とかいいのかな。クロスワードいけるよ。いいの、うん、クロスワードいける。ラベてみて。2月も今日で終わりだからな。本当だ、大変だよ。あ、じゃあ締め日だ。そうだよ、ね、明日から今度3月税金ラッシュ、うん、税金争奪戦が始まる。現金、あ、現金も置いておこうと思う。何ぼか割った方がいいんじゃない。まあ置いてあると思うけどね、いらねえかな。ヌートリアとカピバラの区別つかん。川を泳いでたらヌートリアだよ。川を泳いでたら、ペンとか鉛筆渡しちゃダメなんじゃない。いや、あっちでもらえるって。ベトナム人って盗んだ子豚や子牛を丸焼きで食ったり恐ろしい。中国人犬食うんでしょ。中国人は四つ足何でも食うんだよ。
食べないのは机と椅子だけって言われてるの、4つの足マジだって。それ以外の4つの足ついたものは何でも食うって言って、いや本当だよな、中国人はな、本当だよ、4つの足ついたものは机と椅子以外は何でも食べるっていう、これ本当だからな。猫そうだよ、何でも食うんだよマジで、何でも食べんだってあいつら。とりあえず生き物何でも食うんだよ、食えれば、まあ、かじれたら何でも食うんだろうな、何でも食うんだよ。だからあの中国なんか犬の散歩してたらすぐ食われるよ、取られて。だからバーベキューしてるからおいでよっつって、あれだそういやうちの犬みたいな、ビャーって危ないで、何でも食うんだよ。チャウチャウなんかでかいもんな、まあ、クマと戦うような犬だろ、やばいんだって、ほんまに。シャオシャオ、シャオシャオはなんかちょっと気持ち悪い見た目が。ハトな、ハト食ったからな、ハト。ハトはでもうまいんじゃない？美味しいよ。だから俺神奈川前来た時にハト食ったんだよ、キャンプしてたら。店じゃないで、目の前にハトがいるじゃん、あいつらなんかバカにしてるの食うやん、石こうガンってなって鳩にバンって当たって捕まるんじゃない、クルッポーってひっくり返ってな、バーナーで鳩炙って羽むしって、そうだよ、で皮で臓器こうやってペッペッペッって出して、であとケツにな、あのビールぶっ刺して焼いて食ったんだよ。そしたら炎上して、平和の象徴だぞ鳩はって、ダメだよ、大炎上したんだよな、あとアルミ巻いてな。今やったらファンだな。あと大丈夫じゃねえ、皮でだってこうやって洗ってたよ。腹の中虫に取ってむしゃーって押さえつけて皮に入ってて、なんか血抜きしたの、ちゃんと首切って血抜きっていうか、もうケツ穴開けてこうやって皮の水でこうやってビャーってなあ、あと結構あるかんな。ナイスありがとう、ハト食い。逆にハトを助けたこともあるからね、ハト。恐ろしいね、ハト食ったらいいや、見かけたら。代々木公園とかさ大久保公園とかいっぱいいるだろう、歌舞伎町とかのハト。あとカモも捕まえたことあるな、高速走ってたらカモいたんだよ。これは危ないと思って、な走ってってこうってカモ捕まえて、カモ首長いんだよ、ヘッドロックブラッてしてカモここここんな首やってな、そのままハイエースにバーってぶっ込んでな俺も人生で初めてカモ触ったよ。捕まえられるもんなんだね。いやもう怪我して動けなくなってた。だからトカトカトカっつってな、で川までな、遠くの川まで連れてってな、そしたらさっきまで飛べなかったくせにタタタタタってビューって行ったの、すごかった。いやカモは食わなかった、カモは食べなかったね。鳥に縁があるんだよ、次あたり多分白鳥じゃないかなと思って、白鳥が来るかな。ヒヨドリを飼育したことある。ハトはたくさんの病気持ってるから食べないで。愛菌あるっていうのね。大丈夫だよ、何でも大体食えるよ、何でも大体いける。次はワインとかだな、次あの鍋とかにしたらいいかもしれんな、鍋水炊きとかポン酢で、次ポン酢とかでいったら多分美味しいと思うで。ピースケも見た目が分かんねえもんな。ハト美味しかった、美味しかったよ。3人ぐらいでみんなで食ってたもん。いや美味しいですねって。
釈迦様、はい、鳩美味しいですねって言って、鳩食ってたよ、ね、お、うまいだろ、鳩はで、その後、モンジョリンチ行って、カツ、とんかつだかなんか食ったのかな、とんかつ。足早いって、宇都宮遠いんだよ。遠い、マジ。宇都宮何所だっけ。宇都宮、宇都宮中央、中央所起きるんだよ。起きるの。いやいいよ、明日のなんか美味しいラーメンとか探さないと。あっちラーメン激戦区だから、激戦区相当前。2時間20分だ逆算で2時間半と考えたら何時に出ればいいの。7、7時ぐらい、7時ぐらい。餃子もあるよ。食べ物の差し入れなんかできるわけねえだろ。できるわけねえだろ。ねえ、そんな。佐野ラーメンがうまい、うまいの食いたいね、うまいの。うわ、めっちゃうまいじゃんみたいな。おいしいの食いたいわ。え、向こうのラーメンって何。あんなだけど、燃やすだけであんな捕まってたらしんどいな。嫌なってくれだろうな、俺だったら。人生しんどくやっちゃうわ。人生辛くなっちゃうよ。村岡屋どこなんそれ。不法投棄で彼氏パクられてた。どうなりましたそれ。罰金だよ。行き先が気になるな。20万円ぐらい高くついた。ベッド、いいベッド買えたで、うん、なあ高い番50万。うわうわ、不法投棄だもんね、それ処理法違反じゃなくて投棄だもんな。いけるって。長じゃん、キャスも。キャスなんか今一番最初で緩いだろ。一番緩いで、一番ゆるゆるだよ。もっと野球は出れるよ、ツイキャスだから。みんなで立てハーゲも捕まってる。みんな捕まってる。
あれあれが逮捕ばっかされて、今日も疲れたぜ。 YouTube ライブ、あ、ありがとう。リトルミー Thank you ラスクイありがとうございます。ありがとう。疲れたよ今日も。朝風呂？夜？いや、夜入ってる。夜入ってる。怖いで、こんなのここに入ってるじゃない。何してそう。トルミ手を伸ばして、こないだ中ちゃん本を送ってた側なのにな、今度は自分がもらう側になるのが早かったな。悟空ね、聞いたことある悟空。悟空行ったよ。行った？餃子でしょ。うまかった？いや俺悟空あんま好きじゃなかったな。悟空あんま好きじゃなかった俺。え、海で本燃やしてきたよ。書類書かされた。テレビ燃やして。中ちゃん店員と仲良かったよ。ちょっと俺シャワー見てこよう。いい。マスタード。眠れない夜に。不法投棄と不法廃棄物処理法違反って罪が違うんだろうね、多分。不法投棄の方がなんか重そうだよね、人ん家の敷地に捨てるっていうのは。どっちの方が重いんだろう。あいつありがとうございます。ヘリコプターで不法投棄してないか回ってんだ。いや焼却炉でもその産業廃棄物に該当するものを燃やしたからアウトなんでしょ。だって書いてあるもんね、山とかにね、ここに物を捨てたら罰金100万円以下みたいな書いてあるもんな。あれ嘘じゃなくて本当なんだね。だからそんなの絶対ありえないだろうと思ってたけど、ガチなんだろうな、あれね。本当にやるやつがいるからああやって書いてたのな。昔はね、小学校の焼却炉で何でも燃やしてるのね、ゴミは。何でも燃やしてたよ。木にカメラつけてんだ。大躍進問題で、中山は高速道路で40キロオーバーで捕まった。俺も聞いたけど、野焼きとか勝手にしたら捕まんでしょ。畑で藁燃やしたり、あんなのもダメらしいね。
日は怖いね、本当に。明日は我が身で。いや、キーモとかしてたら捕まるってことでしょ。昔めっちゃ火遊びとかしてたけどな、俺。俺一回火遊びして大変なことになったよ。焼き芋なんかダメらしいよ。押してるのにブロックされてナイスできません。昨日の人でしょ。バーベキューはいいらしいよ。なんかその焚き火的なのがダメなんでしょ。食事、バーベキュー OK なとこは大丈夫だろうけど。火遊びしてどうなった？いや、人の家の布団に燃え移りそうになって親父に見つかって丸刈りにされた。昔団地に住んでたから団地で木を集めて友達と一緒に焚き火してたんだよ、影に隠れて。そしたら人んちの布団に燃え移りそうになって、それその住人にバレてね、プラーって言われて、その後家に帰ったら丸刈りにされた。危うくね、人の家が燃えるとこだったよ。危なかったよ、マジで。だから小学校1年生の入学式の写真、五輪だもんな、俺。入学式の晴れ姿の時、五輪だよ、頭。いや、なんか団地のなんか影みたいなとこで燃やしてたら、どん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 火が調子乗っていろんなものを燃やしてたら、匂いがいったんだろうね、多分。一階の人の家にバレたんだよ。花火とかも今ダメなんじゃない？できるとこ少ないよ。今どこでもできない。公園でも無理だよね、花火。海もダメでしょ。自分家の庭とかでしかできない。ね、公園もダメだよ。夜の風呂入ってちょっと待ってください。今お風呂入ってる。もうすぐ出てくる。今日ブリーダーさんに会ってきたんだけどさ、これね、抱っこはまださしてもらえなかったんだけど、これぐらいだったよ。これぐらい。他の子はこれぐらいなのに、俺が飼う子はこれぐらいなんだよ。みんなこれぐらいなんだよ。他の子の3分の2もなかった。なんか成長が遅いって、個体自体が多分ちっちゃいんだろうね。大丈夫。不動産屋さんにお金払いに行かないといけない。だから買う前までに、その辺にゲージ置こうかなと思う。掃除ロボットはなしにして。でもなんか健康診断と注射行ったけど異常なしって言ってた今日。わざわざ来てくれたんだよ、家の近くまでね、通り道だからって。ありがとうございます、金塊。ありがとう。くーちゃんが 1.6 キロって言ったら多分同じくらいなんじゃない？多分くー
ちゃんが 1.6 だから、これブリーダーさんが抱っこしてんだけど、こんな小さいね、耳に今テープ巻いてんだけどね、本当にちっちゃいよ。ブリーダーさんのお腹ここに抱かれてこうやってひっついて動かなかった。耳がね、こう寝てるのを矯正するためにここでテープで止めるんだと、最初俺も知らなかったけど、こうなってんだよ耳が。それをテープで固定してこう立つまで押さえるんだって、知らなかった。あと尻尾は切らないんだって。尻尾は切らないらしい。ナイス、ありがとうございます。兄弟は4人兄弟で、俺の子を含めたあと2匹決まって、もう1匹オスの一番大きい子は決まってないって言ってた。表情がないんだよ、なんか無表情なんだよ。他の子はなんか表情豊かなんだけど、無表情だからこの子がいいなと思って決めたの。一番無表情だったから、ケージを開けても出てこないんだよ。だから可愛いなと思って。怖いっていうか、なんか引っ込み思案というか人見知りというか、そんな感じ。でもそういう子も家に迎え入れたら急に性格が変わることがよくあるって言ってたかわかんないけどね。こんな顔してんだよいつも。困ったような顔してるんだよずっと。困った顔してるんだよ。かわいいなと思って、こんな目をしてるんだよ。なんか世の中に絶望したような目をしてる。これ似てるよ。13年、15年ぐらい生きるとして、今買ったら42歳ぐらいまでか、まあ、ちょうどいいよね。ちょうどいいなと思って、自分と共に年を取るんだったらこの年齢で子犬を飼うのは案外ちょうどいいかもしれない。養分に見せた写真、左側の子だね。1ヶ月ぐらい、1ヶ月もないか、あと20日ぐらいだね。あと20日ぐらい、いろいろ用意しないと。要もお風呂入ってる今、ちょっと待ってね。お風呂中ですよ、お風呂中。面倒見たことがあるけど、自分で子犬から飼うのは初めて。最初は1階で寝かして、俺は2階で寝る。で、成長したら2階で寝れるようにしようかな。なんか最初はね、あれした方がいいらしいよ。ずっと一緒にいると離れられなくなっちゃうって人から。あ、養分がね、養分はどっちでもいいんじゃない。別にここで寝るのは寝るでもいいし、2階にも布団あるよ。分離不安っていうかな、なんかわがままになっちゃう。養分は2階、どっちで寝るんだろうね。別に俺と同じ寝室に横に寝てもいいし、ここでもいいし、
もう一個部屋あるし、どっちでもいいけどな。どうしよう。俺の部屋でか。ちょっとエアコンつけとく。要はケージで寝かせるか。ここでも寝るんだけど、別に横に寝かせれば、ここに寝かせるか、ここでもいいし。こっち寒いんだよね、ちょっと暖房がないから。暖房がないんだよ。で、全部布団圧縮してるから出さないといけない。2人分あるんだけど、全部圧縮袋に入れちゃったんだよ、ね、だここは全部カーペットを敷いて遊び場にする。ここになんかこうタイルカーペット敷いて遊べるようにしよっかなと思って使わないとどうせ誰も来ないしさ、人なんか泊まり来ないし、めったにどうせなんかいっぱい人が来ると思ってこんな家借りたんだけど、誰も来ないから犬の部屋にする。誰も来ないもん、どうせマジで誰も来ないマジ誰も来ないよ。配信者なんてネタがないと人と絡まないからね。誰も来ない。ナイス、ありがとう。ありがとう。ビバ、ありがとう。だけど機長は犬を飼ったら。ね、いろんな人にいろいろ言われる。いやはやはや。いや、犬は裏切らないよね。一生のパートナーで。だけど今犬を飼ったら結婚できないよ、お前は。だけどって言うよね。表文ってだけどってめっちゃ言わない。だけどって言うよ。言うよ。研究してる。依存して結婚できなそう。無理だろうね、多分。40超えたら多分無理だと思う。養分上がってきたよ、もう。もうちょっと待ってください。何でこんなリュックよ、こんな。こんなの空って新幹線とか乗ったら俺近づきたくないよ、怖くて。マジで怖いよ、こんなの空ってだろ。なんかやらかしそうな人に見えるよ、こんなの。恐ろしいよ、こんな潰れた子供の人形なんか背中に背負ってたら。人形は多分差し入れできないでしょ。これは無理だよ。洋服か、洋服はいけんじゃないの。人形とかダメでしょ、絶対。本はいいけど、本とお金を本は買い、明日買いに行く、一緒に。一緒に行く、一緒に行くから連絡して今日来たんだよ、よ。あ、パンツもいいんだ。パンツとかも、でも奥さんがやってんじゃない、でも。さすがに、そういったものは奥さんに、弁護士さんとかが連絡行って、奥さんがちゃんとしてくれてんじゃないの。
家族持ちだしね俺みたいな一人の人間だとあれだけどさ、身寄りがない人だったらあれだけど、赤ちゃんとかはね、奥さんがいろいろしてくれてるでしょ。ブリーフかなんか入れようかな。え、カップ麺もいけんの？マジで？電話が来る、歯ブラシと石鹸を持ってきてくださいって。じゃあ奥さんがやってるか。でも養母が奥さんと連絡取ってんじゃないの、多分赤ちゃんの奥さんと連絡取ってんじゃね。変なもん入れたら後で何か言ってきそうだもんね。悪意あんだろあれ。バカ、嘘だろ嘘だろ嘘だろ。すっきり。ペコティで行くの明日。ああすっきり。手紙書くか、養母一緒に。あ、中山さんへって中ちゃんへって。今じゃ全国で有名人だよ。今美味しいよ。あの炎上は200万円になる炎上。200万円化けるか。化けるね。賢い配信者はあの炎上をお金に変えるからね。俺だったら300万円に変える。あんだけのことしたら300万円。300万円にできるよ、300万円。そう、300万円。おい、もらった。よく2階で寝る。寝床の準備がある。ああ、別の部屋だったらヒーターを持ってきてもらえて寒いで。いいよ、サラッとしたので。あ、サラッとした感じだけでいいよ。ああ、別の部屋寒いかな。切手は切手貼ってポスト。ネックレス、ブレス、あ、これブレスレット一緒だよ。一緒。分け目だけどどっちでもいいけどな、右でもな。お風呂入ってきたよ、もう。花224ってどこにいるの。224 224。俺がバルス。判決、無期懲役。いや疲れたね、今日マジで。疲れた、マジで。
ブさん、赤ちゃん見たいです。赤ちゃん、バッグに詰め込んでる。でも、もうじゃあ弾幕の人、解除されてないんじゃない、後ろに。それは俺も分かりません、はい、そいつは私も分かりません。髪の毛切りて邪魔くさい。今日もだけど楽しかったやろ。今日もフジサワ、フジサワ途中気絶しそうな顔になってたもんな。ヨブンくんなあ、途中気絶しそうになってたよな。白目ひんむいてて、白目、白目ひんむいてた。疲れたよ、ほんとに。山盛り食べてた。ラザニア、ラザニアって初めて食ったもん。食ったことあんのかな、分かんないけど、初めて食った気がするな。うん、あ、サラダ、ドレッシング賞味期限切れてたんだね。あれ気づかない方がもっと食べてたかもしれない。気づかない方が。全く、前、あ、前ラザニア風、何がコランとって、何がコランとって、知らないと普通にパクパク食べれる。1年以上過ぎてた。1年以上。1年以上ね。今日は疲れたぜ。自分の家だったら食ってないって。自分の家だったら賞味期限切れてたら吠えてるの。あんでおめこんな賞味期限切れたのいつまでも食ってんだよ。吠えてる、吠えてる。ネックレスブランドどこ、ブランドなんかない。吠えてる。宇都宮つけな、有名。今年1年長いからな。で、お揃いにするってこと。これ黒目じゃないで、これクロムハーツじゃない。ママはクロムハーツはダサいって言う、ダサいって言う。うちのママはね、金、あれあげないじゃろ、ステンレス。もう1年の6分の1よ。
クロマハーツだけでダサいって言う人多いよね。クロマハーツのあの金のやつ欲しいんだけどな。金のやつ。そう、金が欲しい。いや、女の人はクロムハーツはダサいって言うんだよ。あのおしゃれな人は多分クロムハーツダサいって言うんだよ。で、あの俺らみたいなね、あのなんちゃってみたいなのはクロムハーツとかをつけたがるんだよ。クロムハーツ。一番なんかだけどちょっとやめてほしいのは、あの今度イキリストがセットアップのビトンを着てるんだよ、ね、あれは俺が持ってるやつと一緒でしょ。全く一緒でしょ。また全く一緒だよね、あれね。毎回一緒だよね。いや、多分一緒だよ。まんま一緒だよ。また一緒なんだけど。そうそうそう。服はだけど何が一番いいんだろうね。何がいいんだろうね。やっぱなんかみんな着てないようなのがいいんじゃない？被らない、ね、そうそう、被らないブランド、何それみたいな、そんなのがいいんだよね。俺何がいい？なんかあんまこだわりはないけどな。こだわりはないな。あのブランドが好きだみたいな。何がいいんだろうね。ギャンブラーか。ギャンブラー。俺もパーカーばっかだよ、家にあんの。パーカーと半袖しかない。ロンティーとかないわ。ロンティー着ることないな。着ない。ロンティー着ない。ロンティーなんかほとんどないよね。春先とかない。気ない。寒くても T シャツ。あ、かパーカー。どっちか。色もほとんど黒しかないわ。全部黒。一緒だな。黒ばっか。毎回黒ばっか。黒ぐらいしかない。セットアップない。下作ってない。上だけ。あ、セットアップ作ろうかな、今年。ラクダ色は最近ない。ラクダ色のやつ着ると悪い酔いするから、リスナーにもわあれは捨てろと言われて。捨てろ。最近オレンジパーカーが着け、ナイキのやつ。色に左右されるのかもしれない俺。色に。色に左右されてしまうのかもしれないっすね。マック色。なんであの色ばっかり着てた？それは俺も分かんないっすよ。あ、ヤクルトか。6号艇。ヤクルトはまああげたよ、あれ中ちゃんに。あれ中ちゃんにあげたよ俺。プレゼントしちゃえ、プレゼント。ヤクルト6号艇はあるかな。
モンクレールもチュパに破かれたから。破かれた？そう、破かれた。あ、これがだよ、これ破かれたの。これ破かれたね、モンクレール。ぶっ裂かれた。だから配信者と飲むときはいい服とかね、あとネックレスとか全部つけてかない方がいいんだよ。全部がっかりする結果になるから最悪だわ。ばっかりしてくるからね、マジ。だから破れてもいい服でいかないと。名前が消えました、また新たに。どういうこと、名前が消えたって。どういうこと、なんで名前が消えるの。あ、このソファーもいいね。ちっちゃな家も広いからいいな。広くてよくない？俺んちより広い。バーッと身軽で行かないと。こう、あれ置きたいな。この壁がこうあるから、こうテレビがこうあるじゃん、ね、テレビがこれもう取っ払って、あれ置きたい。バーンって、なんつうのあれ、プロジェクターみたいな、シアター。 あれいいな、シアターバーンって起きたんやな。よくない？見たりするよ、いっぱい。バーンってやりたい。よくない？一番誰の家が良かった？記者の家もいいと思うよ、広いし。誰の家ってことないんじゃない？善逸の家は嫌だな。あれはちょっと無理だな。誰だろう、そんな。なんか家なんか行ってなくない？誰かの家行ったかな。配信者あんま家なくね。不可思議の家はやばいな。やばい、めっちゃ臭いから。いや、ゴミとかのレベルじゃないよ。善逸の家よりひどかった。マジやばい。冷蔵庫とか臭いんだよ。ナンバーワン。いや、マジでもうレベルがやばい。マジでやばいで、あれ。俺、あれが衝撃受けたもん。マジでやばい。深志も入院してないだろ。配信してたで。綺麗好きじゃなさそうだもん、深志。いや、あえて多分一番汚いで。びっくりしたもん。あいつやっぱだらしないんだろうな。いや、だって冷蔵庫とか小林の死体がビターっていっぱいついてるね。ビターって。いや、今まで見た配信者の家で一番汚いの深志門じゃね。深志門の家だな。だって電子レンジ臭いんだね。電子レンジ。いや、善逸の家よりひどかった。小林がうじゃうじゃいた時より。会長の部屋とかでああいう匂いとまたちょっと違うわ。あ、何の時行ったんだっけ、深志門で。社長が来た時か。そうね、そうだ。もうほんと臭かったで。匂いのレベルがちょっと次元を超えてたな、あれは。もう終わってるな。あれ、女に連れ込めないよ。連れ込み引かれるよ、あんな。あかんて。場所取らないし、電気にプロジェクターついてるな。入ってた。中ちゃん後役だったんだよ。
41前役か42が翻訳。中ちゃんだけど今年42じゃない。だからやっぱそうだよ、翻訳だよ翻訳。男は42だよね翻訳。だから翻訳だったんだよ中山。翻訳だよ。え違う前役おめせ。42が翻訳でしょ、だから今年や。数え年だから後役。じゃあやっぱ後役が一番やばいのかな。前役より後なんだよ。後役やっぱ役年って恐ろしいんだな。とんでもないことが起きるな。配信者から配信できるサイト取ったらただの、 あのホームレスと同じレベルのひどい結末しか待ってないで。俺今だってフワッチなんか A 版になったら、どっち行く？俺？ツイキャス？ツイキャス。ツイキャスだな。もう考えただけでも恐ろしい。気絶するよ。いいだろう。人の道に外れて育ったやつはずれるか他の大切な人に行くらしい。だから人生で一番いいのはね、結局紐とかになるのがいいと思うんだよ。紐、もうお金持ちの女捕まえて結婚したりとか。もうあいよって、ね、あんたは家にいていいからカード渡さないと。 そんな生活してみたいだろ。だけど後が怖いよ。あと怖い？全部返せって言われるんだから。言うかな？言われたよ俺。そのまで買ったお金、買ったものと怒ったもの全部返せって言われて、会社まで電話かかってきたよ一回。マジで？その時はどんな生活してた？それは、で仕事はしてたからね、全部その風俗嬢のこと20代前半の時付き合ってた、全部は仕事、全部。これが欲しいって言ったらいいよ買ってくれるね。パチンコ行きたいって言ったら5万ピッてピッて。で会社に電話かかってきて、立ち悪い、返せって。立ち悪い、嫌だね。事務員さんがびっくりしてた。それちょっとなんかすごい怒った女の人から電話かかってきて、嫌だね、繋いだ方がいいのって。それちょっと嫌だね。怖いで、別れようなんて言おうもんだらもうしっぺ返しくる。俺もだけど昔一回付き合ってたことあるで、19か20ぐらいの時かな。パチンコ行くって言ったらお金くれてな。あの最後これ以上付き合ったらややこしいことなんじゃないかなと思って、別れたらもう当時メールだったから黒目でね、もう覚えとけよって来た。うわこれ立ち悪いなって、大丈夫かなこれ。めんどくさい人たちにボコられないかなと思ってた。だって紐になるのも才能だと思うよ。紐は紐の多分辛さがあるんだと思うよ。辛いよ、何も言えないからね。立場が、はいはい、飼われた犬のように生活しないといけない。自分の意見なんか通せないからね。何かあったらもう全てを取り上げられる恐怖があるんだ。そうだよ、それは確かに嫌だな。善逸なんか紐生活みたいなもんだよ、スケログちゃんにもらって。スケログちゃんが生活見てあげてな。そうだよ、そうだ、何かと理由つけて帰らないから家に、ね、熱が出たっつってしょっちゅう冷えピタ張ってんだから、ピタピタピタって。すごいんだから善逸くん。人生やっぱイージーモードに行きたいけどな。イージー、やっぱイージーっていうのはないのかな。楽なことって配信もすげえ疲れるからね。マジでマジで大変だよ。やっぱ楽なものってないんだろうな。楽なもの
面会は9時。ホストなんかはこの刺されたりするんだよ、ペッて、ペッて、自暴自棄ない人に。それでも俺は働かないね。ヨベまあまあイージーじゃない？全然イージーじゃねえだろおめえ、税務調査行って借金入ってるか。どこがイージーに見えんの？なんか今昔に戻れるならなんか時計とか買っとけばよかったな。パンパンと1年に1本ずつぐらい買って置いてたらいいんだよ。大丈夫、まだやり直し聞くよ、いけるよ、まだ2月だからあと1ヶ月ある。あ、ないわ、あと15日しかないんだもん、命は。大丈夫、今年1本買えるぐらい。あ、1本買えないか、買えないか。ギャンブルしなければ買えるけど、どうせやるじゃん。金買っとくか。200延べ棒じゃないもん、ネックレスもんね。100万ぐらいの。じゃあ自分で買おうとすると1万から高く見える。いやこれ1万払って買いたくないわって。なるリスナーさんに買ってもらう。で配信で使うってなるとあんま気にならないでパーンって使える。これまだだから貧乏症なんだと思うよ。プライベートになると財布の紐が緩くなる、きつくなるよね。なんでなんだろうね。配信ついてたらパパって言ってた。あ、なんなんだろうね。俺あんま物欲ないかんな。物欲がバーンとした。今欲しいもの何かあるかって言われたら出てこねえもん、頭に何も出てこん。これかなみたいなないもんな。あれやっぱ金がいいんじゃない？だって金なんかちょっと前まで安かったじゃん。プラチナの方高かったのにね。俺だからプラチナが俺上がると思うんだよ。プラチナ、うん、前までプラチナの方高かったじゃん金より。で今プラチナがめっちゃ安いでしょ。プラチナのちょっといいやつをバン買ってたら凄まじく上がるんじゃねえのかなって俺思ってんだけどな。結局さ、金とかプラチナとか金持ちが売りたいバンバンするから相談されてるでしょ。まあそういうことだろうね。ポケモンカードと一緒だな。プラチナ上がんないかな。上がると思うんだけどな。へんてこなフィギュア集めてた俺今。ソフビのフィギュアをいっぱい買おうと思ってる。2万円とか3万円のレアなやつだけど毎回応募してんのに1回も当たらない。買えない、買えない。いや俺みたいなのは壁とか手出さない方がいいんだよ。ギャンブルと同じ島になっちゃうから。なんか全て失わせる。だってお前壁とかやってる人なんかお前すごいじゃん。今日3億あったら次の日起きたら0円になってるところがマイナスになってる人とかいるじゃん。恐ろしいだろ。FX もやらないね。森の壁だけは買うなって言ってるけど買うわけねえだろ。ないらねえよ。だったらふわっちの壁バーンと買ってね、言ったらいいんだよ。おいってお前俺を A 番にしようとしてんのかって。ふざけんなよって。それがいいんじゃない。ふわっちの株買いまくって、山崎社長とかにふわっちの会社買ってもらったらいいんじゃない。でもう全員 A 番解除してもらって。どうなん、ふわっちの会社っていくらあったら買えるんだろうな。何億あったら買えるんだろうね。山崎社長に、ふわっちの社長になってもらうんだよ。100g 金で18万だったのに。
花やふわっちの株持っておすすめ解除されてない。そうなふわっちの株って言ったってちょっとじゃダメだろ。 バコンと持ってなきゃ意味ないんじゃないの。バコンと。だからふわっちで花火一発ね、1ヶ月に一発投げる人と1ヶ月に100発投げる人だと言うことどっちに聞くかって言ったら100発投げる方だね。やっぱいっぱいいっぱいあった方がいいんだよ。あ？なあ、そういうことじゃない。スシロー事件で儲けた人いるのかな。いいんじゃない。スシローもちょっと上がったよね。だけどあれじゃない、この間サーバー落ちたじゃん、イベント中に。ああ、うちが踊り続けてたから、株を持ってたからじゃない。なるほど。あ、だから一人だけなんか枠できてたよね。踊り続けてたよ、だってあのうちも。どうなってんだろうな。今ふわっちの株下がりまくりで、ニュースになってばっかりだから。下がらねえだろ、そんなニュースなんかで。500円から290円まで下がったんだ。結構下がったな。また上がるよ。買うなら逆に今なんじゃない。赤ちゃんのあれで下がったタイミングで。また上がるよ。ツイキャスの株がもう下がる一方で、もうとんでもないことになってるでしょ。ふわっちエヴァン解除したらもっとな、売り上げ上がると思うのに。ふわっち最初が500円で下がり続けてるよ。あ、そうなの。で、ツイキャスの方が下がってるでしょ。サラリーマンみたいな、サラリーマンぐらいでいいや。サラリーマンぐらいで。上がる要素が今のところない。お前らが盛り上げるんだよ。お前らが盛り上げていくんだよ。これ10年ねえわ。ゆいがで下がんねえだろ。ふわっち関係ないんだから。空売りして時期起こせば儲かる。なんかいい方法ねえかね、知恵あるやつ。金持ち俺に知恵をくれよ、知恵を。知恵じゃあ何でもありにしたらいいんだよ。何でもありにしたらもう俺らもっとうまいで。何でもありにしたらね、もっと無敵になっちゃう。ルールを定められるってやっぱ難しいよね。ルールなしだったらみんなうまく面白くできるもんな、うん、俺が運営だったら A 番組全員解除するけどな。それだけでユーザー数が増えると思うんだけどな。で、動くお金も全然変わると思うけどね。だってビットコインって今いくらすんの。ビットコインって、ビットコイン今900万でビットコイン買うしかないわ。900万。ああ、来ちゃう。900万か。まだまだ上がるっしょ。みんながそう言ってる時ってもう遅いんだよね。俺らみたいなのが買った瞬間いきなりバーンって下がるんで、うん、なんだこれ終わったわってなるんだよ。
いや、株券怖いよね、ビットコインとかああいうのも。あれって売ったタイミングで始まるんだよね、税金がね。バーン、怖くない？それも。去年の今頃300万で今は930万。マジで。姉さんみたいな日本の国策どうも。働かずに投資しろって。投資ってセンスだと思うけどな。極端な話、金持ちになる方法ってこの100円で買った家も1000円で売れる人は金持ちになれるんだよ。1000円で。わかる？俺らは金持ちにしかならないんだよ。なんでかわかる？何かを失うわけじゃないから、これだけで産むだけだからね。産むだけだから仕入れがないからな、ね、そう、売るだけだから、出てくるだけだからね。ペロンペロンって。だけどやっぱこれもセンスじゃん。これで何も生まない人って結局働いてる方が稼げる人ってわんさかいるわけじゃん。やっぱセンスだよね。今350万しかない。打つ、いや日本は貧乏なってないんだよ。景気がいいんだよ日本って。景気が良くなってんだよ日本の景気は。俺らが金ともっと取られてるだけで、景気はいいんだよ。センスというか投げる人次第や。何言ってんの。だからそれがセンスや。投げる人だってこの人に投げたいと思わなきゃ投げないだろ。それができるかできないかや。その人がじゃあここまで応援したいなと思わせることができるかできないかって、これはセンスやん。誰でもいいわけじゃないやん。誰でもよかったらもっともっと上まで行っちゃうよ結局そこには魅力があるかないかだからな。魅力がある、興味がある、いろんなものがつながって長いこと見るわけや。やっぱセンスだよ。飲み屋は今大変だろうな。お酒が上がってくからな。そうそうそう、同じ時間で。人気の秘訣は？コツコツだな。コツコツ。コツコツ。コツコツ。やっぱ何でもコツコツなんだよね。コツコツ努力だよな。だからここまで行きたいと思ってたらね、1時間でここまで来れる人もいれば10時間でここまで来れない人もいるわけや。で10時間でここまで来れない人は寝る時間削ってもっとの時間やってここまで1日やればいいんだけど、これができるかできないかだよな。どこで補うかだよな、足らない分を。1時間でできる人は1時間だけやればつくんだから。だからコツコツって大事だよ。コツコツ。あとは最終は、あ、この人応援したいと思ったら別につまんなくても見てられるんだよ。意味わかる？お前らが例えば好きな芸能人がいる、テレビはつまらないけどその芸能人が出るからこのドラマ見ようみたいな、そういう感覚だよな。私このアーティストが好きだから、じゃあ CD を出した時に毎回アルバムを買うのと一緒よね。今回は気に入る
音楽はなかったけど好きなアーティストだからアルバム買うよみたいな、そういう感じだよ、ね、結局そこだと思う。あとはね、俺はやっぱ人の付き合い方結構下手くそな方だけど、横のつながりは正直大事にした方がいいよ。横のつながりほど強いものないからね。自分が困った時に横のつながりがあったら、横のつながりでそこ失ったものは補えるから、だから絶対横のつながりっていっぱい持ってた方がいいよ。でゴミばっか横のつながり揃えてもしゃあないよ。ある程度同じぐらいの能力値とか、それは絶対プラスになるから。でやっぱ人脈ってめっちゃ大事だからね。人脈、ここから今度ここの派生に人脈広げてって、って、まあ、いっぱいあればいいってもんじゃないけどね、ある程度の信頼関係とともにね、やっぱそこって結構大事だと思うわ俺はな。その横のつながり立ったのがドラ猫先生なんか本当見なくなったな。な3月11日に引退式が。そうなの ?3.11 秋駒のバーで引退セレモニー。そうなのそれで辞めるんだって完全に。いや、あれは本物の気違いだと思うね。見てたら分かるよ。ああいうのがいきなり人刺すんだよ。ちょっとマジで。ああいうタイプはいきなり、ね、いつも通りポッと現れたと思って、サクッてこう、ブサッて包丁刺すタイプだよ。気違いっていうのは、本当に怖いからね。気違いは。怖いで。マジで。キチガイは絡むべきじゃない。何すっか分かんないからキチガイだろ。目が泳いでる人間って本当にいるから。不可思議も泳ぐよ、嘘ついたら。目がこうピロ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 ってこう右に左にスーイスーイってやばいからね。怖いね。シロ君もニュースになってた。不可思議は本物のホラ吹きだから。ホラ吹き、ホラ吹きすぎて、あのいつも遊んでるけど毎回何喋っても疑惑の目で見てしまう絶対これ嘘だろみたいな、お前ホラ吹きやがってって思ってしまうもん。いまいち信用できない。あいつだってあの配信中だけじゃないからね、ホラ吹くの。配信外でもホラばっか吹いてるから。やばいから。ホラも吹き続けるのもセンスだけどな。ちょっと行こう。痛い痛い痛い。シーモに名前変わってから伸びたよね。不可思議もバルバルの時より名前が合ってんだろうね、多分ね。リスナーさん増えたよね。あれ養分がつけたんだよ。養分が名前をつけてなんかの変わったよね。だからやっぱ芸人の名前とかもあれだけど大事なんだね、名前ってね。なんか愛着があるよね、不可思議の方がニックネームにね。
名前と性格がもうぴったりマッチしたんだよね。おかしい。俺はね、命名に何の意味もない、全く意味ない。なんか覚えやすい名前にしたかったかぶるから。全く関係ないよな、サングラスかけてたからね顔出ししてなかったからツイキャスしてる。01のリスナーさん、これ高額で購入したい人いないかな、誰か。ちゃんとスーパー SSR だから入れてんだけど、ゼロリスで誰か欲しい人いないかな。これどんどん有名になったらこのカードの価値が上がるから売ってやろうかなと思って、これ大事に取ってやるんだけどね、誰か買ってくんないかな。01、自分のカードはねちゃんと取ってるんだけど、カードイベントがあったじゃん昔カードイベントがあった。なんぼで、いや値段は分かんないけど欲しい人がいるのかなと思って、01のカードだったら2年前の今頃はね家なかったから、歌舞伎町いたかな、お家なかったしね、2年前は。ちょうど2月からスタートしたから、ふわっち2年前はね、福岡の友達の家に居候してたよお家なかったんで。2年前は俺じゃないかもしれない、ホームレスだったからね。いや、ふわっちをちょうど始めた頃、人ん家のベランダで配信してた毎日ヨーゴにコラボしてって言ってもシカトされてたからね。ケースに01にサイン書いてもらえば価値が上がるのでは。欲しい人いるだろうな、これ限定品だから会社辞めたのはね、あれだよ、業務委託で最後仕事してたから、コロナで仕事がパタリとなくなってもやめた。パタリと仕事がなくなっちゃってねでその時ね、あれ世話をしてもらったっていうか、その人が追い出されて、配信するなら出て行って、どうやって出て行って稼ぎ出したら嫌がらせされ始めたんだ配信なんか見たくないし、そんなことやる人とはもう付き合えないから出て行ってくれって言われて、出て行ってプラチナプラスに上がったら養分に暴露されたんだよ紐ではないけど、仕事してたから別に。そんな、ちょうど稼ぎ出してる頃にやられたんだよ、あれは半紐だね、半紐はよくしてたから、半紐。どうも今うんちです。もともと旧福岡だよ俺。東京は友達が一人もいないよ。もともと友達少ないけど一人もいない、東京は。だから遊ぶ相手はいないんだよ。半紐っていうのは、自分の家と仕事はあるけど、遊ぶ時は女の子、食事とか遊び行く時は女の人が全部金を出してもらって、買い物も女の人が金を出すっていうのが半紐。養分だったら大阪じゃん、
ジで遊ぶ人いないよ、こっち。暇なんだよね、だからラッスとかも一日中配信してるしね。ギャンブルとかやんないじゃん、ラッス。配信外はこの椅子でこうやってる、ずっと携帯見ながらずーっとこうやってるか、2階にずーっといて同じように布団の上でゴロ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 して。配信やってないで暇じゃない？暇だよ、やることなくてさ、うん、うわどうしようってなんない？で結局ギャンブルしか出てこないよね俺ともそうやよ。気づいたらファンファーレの音を聞いてる。マジでな。でも犬飼ったらね、お散歩とか行かないといけないから。デリバリー犬飼ったらだけどいいね、寂しくない。寂しくないね、キャン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 って。ただたまにうんことかおしっこその辺にされる。うんこはいいんだよ、しっこがな。おしっこだ。あ、だからこのソファ正解だよ。皮、あ、そう、皮はされても拭けばいいよ。そうそうそう、布がダメなんだ、匂いが最悪なる。すごいからね。クーちゃんって他の犬と相対したらどうなるの？キャンキャン吠える。吠えない。受け入れるんだ。ああ、なんなんもしない。ケツの匂い嗅いでるなんか同じような性格っぽいけどなちっちゃいからな。クーちゃんおとなしいよ、吠えないし。犬ってちゃんと分かってるんでしょ、子供にいたずらとかしないでしょ、絶対噛みついたりしないでしょ。クーちゃん逃げる。逃げるのか、ゆいちゃんにやられるから。すけ嫁さんがしたの。まあ、したんじゃない。俺ちっちゃい時からいるわけじゃないかな。そっか、そうそう、一緒に暮らしだした時はもう成犬だったの。そう、そう。ワンワン吠えるタイプはうるせえだろうな。あれどうやって吠えなくさせんだろうな。ダメダメってスプレーぶっかけるのかな。小さい時に吠えたら出したりしてたらダメらしいね。あ、いや言うね。あの吠えたらあのゲージにずっと入れっぱにしてな。放置した方がいいって言うね。泣いてた。泣かない時に出してあげた方がいいって言ってたよ。泣いてる時は出さない。静かな時に出してあげるみたいな。やっぱ吠えたら無視繰り返すしかないんだ。それでな、吠えなくなるんだ。幽霊のために犬でも気性荒いタイプ。噛みつかれたら痛いで嫌になってくるだろうな。いい声帯なんか切る人もいる。声帯だよね、声帯切る。声出ないようになるんだよ。お前ちょっとうるさいから声帯切るわって。すごいな、いろんなのいるんだな。家はおとなしい、外出るとうっさい犬いるんだ。なんでテンション上がってんじゃないの。テンション、パルちゃんで、パルちゃんのあれの家もまた面白いよね。上に配信者住んでるって嫌だね。誰が住んでるの。 SM あゆちゃん。ふわっち知らない。 SM 城あゆって知らん。アユバーって呼ばれてる。知らん。あのよく殴り合いの喧嘩してる女の人恋の口裂くんだよ、手で。あれ配信で。いや、なんか SM で働いてるんだよ。で、恋の口を裂いてほしいお客さんがいるらしくて、でっかい恋を口に手突っ込んでバリバリバリって裂く。怖いわ。それで興奮するんだって真上だ。仲良い配信者だったらいいけどな、ややこしい配信者上だったらな、だるいな。だから俺は分かったんだよ、結論。家はバレないに越したことないよ。まあね、
結論。だって俺最初事務所も隠してたもんな、事務所な、なんでバレたの最後。バエさんがユータン連れてきたんだよ。ユータン来た日にもう雑談たぬきの俺の部屋番が書いてあったあ、絶対ユータンだからな。それまで固くなにバレてなかったもんな。あ、マンションはバレてたの。マンションもバレてなかったよ。バレてなかったの。ユータンが来てから俺のマンションと部屋番がボンって絶対あいつだよ、絶対あいつだからどっちがいいんだろうね。だって住所を教えたらプレゼントとか届くわけじゃん。どっちの方がプラスなんだろうね。俺はあんま届かないからさ住所が出てたらドンとやれるじゃん、そこだよね。どっちがいいんだろうね。みんな回れない方がいいんじゃない。なんかちょっと離れた極止めぐらいがいいんじゃない、うん、どうなんだろうね。今は匿名配送あるから、ああ欲しいものリストとか、でも自分のうち今住んでる家はバレてないでしょ。うん、バレたら配信者だね。配信者絶対やれないじゃん。まあまあそうだよね。リスナーさんに教えてないんだったら配信者だよ。配信者だって何人もう来たことないで。ファニーやろ、青山、オンジョリー、あ、誰、あ、誰だ、中ちゃん、あ、誰だっけ来たことあるの。不可思議も、うん、一番怪しいね。あれ難しいもん。あいつなんか書いてたんだあと5枚ぐらい、そんどこじゃない。そんなもんだな、そんなもんだな。配信者もね、いろんなタイプいるからな。頭ただ悪すぎるやつもな。家に変な人来たことある？配信で？変な人はないかな？変な人は昔は外線車とか来たりとかして、男はなんかね、やからみたいなのしか来ない。いや、家にいらないで、レアトツでなんか俺、だって嫌がらせされたことないもんな。嫌がらせされたことがない。なかなかいないで、嫌がらせなんかしてくるよ。いないよ、そんな変なタイプなんか。木村さんも来たことないで、トッポゲさんは事務所、ある日キツネでタバコ今から届けていいですか、ね、タバコ届けていくよトッポゲさん嫌がらせもないな。物だっていいものしか届かないもん。小麦粉とか送られてきたらいらねえもん。いらないだよ。いらない。いいよ小麦粉は自分で買うから。他の調査員よって思うでしょ。いらないよな。ね、そんな日用品送られてもね。パン粉とかさ、そういうの。いらないよね。いるか？いらないだろ。だったらお茶とかの方がいいよね。水とかお茶とか
だってモンジョリのところなんか毎回業務用のねパン粉とか届いてるで、お前店じゃねえんだから使い切れねえだろ、軍手とかさ。あんなんだろ、モンジョリリースなら変なやつ多いからな。いやマジで多いからな、病人みたいな多いで。闇のリスナーは多分いつか誰か人殺すで。ほんま。狂ってるやつ多いから。土地狂ってるの。パン粉何に使うの？いや揚げ物とかじゃない。まず俺いらねえもの届いたら受け取らねえしな。砂なんか届いてもいらねえだな。頼んでねえし、言うしな。モンジョリの家にバナナ1キロ届いたの。事務所なんか変なの届いたことないの。まあ、はい、うん、1回もないな。何も届かない。あ、ゴキブリ。ゴキブリのおもちゃ誕生日の日に2パック届いた。500匹ぐらい分届いたな。変なの送ろうか。いらないよ、使えるものしかいらないよ。キノコ栽培はあれ届いたんじゃねえから、あれ善逸がくれた誕生日プレゼントだから。札幌の池田はヤギが送られてきた。ヤギ送られてきたの池ちゃん。ヤギ送られてきどうすんの。生きたヤギってこと。生きてんじゃん。ヤギ肉じゃなくてガチのヤギ飼うんじゃない。ヤギペットにするしかないだろう。ヤギ地ビエ肉。放牧民拍車がかかる時代。アンチって何するか分からん。うん、怖いね。何もせえよ今の時代。今の時代だってリスク高いでしょ。止まるからな。祝年だって明らかに昔よりだいぶ減ったもん、うん、今なんか祝年してるやつバカだで。こんな時代に中山と同じようになるよ。祝電しましたで捕まって、お前祝電中で捕まって、くだらなすぎるでしょ。同じレベルだからね。あのたかしおもちゃにしてる人、あれも捕まってた。すごいからねみんな。なんだよ、土地狂ってる。みんな頭が土地狂ってる。ババが多いんだろうな、モンジョリのリスナー。めじめじ、お宅の店で今男みたいな女みたいな人いるでしょってやるんだ。電話番号連呼してたで、この前。俺も昔やったわ。あの店に前もって、ね、高知の広め市場ってあるんだよ、うん、電話番号をメモっといてって、何時何か男か女かって。でそこ出た後に紙に書いてあるリストもらって、帰り、あのその帰りに配信で一人ずつ電話番号発表してみんなで旅中でよ。バンなった。あの上にメール送ってすいませんっつって一日番にしてもらって、ツイキャスでふわっちでちゃんとみんなの電話。俺やっぱ執念深いから、いまだに電話番号とかも全部取ってあるもん。なんかあった時は多分、そう、俺絶対やり返したい願望の方が強いからね。
やっぱやられたらやり返さないとねやり返さないと図に乗るからな。やっぱやり返さないとダメだよ。今も撮ってある、ちゃんと撮ってある。だから俺めっちゃ記憶力いいでしょ、ま、マジで記憶力いいからね。絶対俺やってやろうと思ってるタイプだから。俺はやっぱやられたらもう倍にしてやり返したい、ね、絶対許せない。もっと追い詰めてやるから、ガツガツだってどう考えても俺よりも失うものあっちの方がでかいでしょ。もし俺がそいつらの住所とか知ったら家の前で配信してやるもん。あと会社まで行ってやるからね。どうなってんですかって。俺無職だから知らんもんないから、ね、そう 何もないからね無職だからクビになることもないし、あとツイッターにも載せるよ。ツイッターにバーンって全部載せて、リスナーにこれ全部リツイートしてもうバーってやる、バーって拡散するよバーってもう拡散しちゃう、拡散ガン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 やっちゃう俺どっちがダメージでかくなるかだよ。逮捕なんかそんなにされないよ、道路なんだから。バイルにしやりかしちゃうから、ガン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 なやりまくってやるから全部。やっぱ人を撃つってことは撃たれる覚悟を持った方がいいよねマジで、やるかやられるかの戦いだからね。そうだよ、言っとくけど配信者の方がめんどくさいんじゃないからね。配信者についてるリスナーが一番めんどくさいからね。数を巻き込ん で配信者よりリスナーの方が過激なやつも多いからね。まあ、ぶっ飛んでる、やっぱリスナーの方が飛んでるやつ多いからな飛んでなきゃこんな配信なんか来ないよ。もっとまともね、人間性ある人のとこ行くよ。じゃあ祝電する側も見せしめに捕まったりしたじゃん、ツイキャスの、ツイキャスのなんだっけあれ、友近みたいな名前のやつが有名な祝電は、ゆいともとかさ、やっぱ今は捕まる時代なんだよ。あの辺りからだけど本当に祝電で減った気するよ。事前に言っとくのが一番いいよね、店にね。変な電話かかってくると思う。知り合いの店に行って番号通知のとこだけ初めて行ったようにして言ったらいいんだよ無許可みたいな感じで行って、そうそう、電話かけてお宅の店でーってはい残念でしたってで知り合いの店でした、番号全部手に入れてな、ドカンとやったやったらいいんだよ、なんでも。一匹ずつ捕まえてピチャッてこう潰していかないと。痛い目見たやつはもうね、次痛い目見ないようにね学習するから。でそれを今度見てたやつらは痛い、あこいつはぶっ飛んでるって思っておとなしくなっていくから。リオガチガチでツイッターのアカウント65ぐらい作ってデスラーさんの悪口書いてる。あ、その手タイプのややこしいね、何度でも復活するタイプね。これこれカードがあったじゃん、この間あの時もこれに電話してきたんだよ、うん、電話してたら、うん、いや、通話する前俺の名前が出た瞬間にこれこれさんに DM 送って、うん、その人を今入院、精神病で入院してて、うん、人のことを訴えまくる人だからやめた方がいいですよみたいなのと、常に見てんだ。そう、へぇ、この人の声を聞いたら手足が震えますとかいろんなのがいるんだっているんだよ。これこれさんは相手にしてなかった
寿司屋も配信 NG になったって何なん寿司屋って、何の寿司屋、あ、獅子舞ありがとう、何なん寿司屋、知らんわ、ホタテの落とし子もありがとう、何の寿司屋が配信禁止になった、まゆちゃんどこか誠一さんが言ってたところでしょ、この間、寿司ロー回転寿司の話、寿司ローできるで、力回転寿司ってできるの、何言ったらいけるの、いけるよ、いけるの、言ったら全然いけるよ、力には力だと力に潰されるぞって、なんでそんな潰せるぐらい気量ある人たちいないもん、こんなんで潰れてたら俺なんか今までたくさんの人に嫌がらせしたのも潰されてるって、エビゾなんかもう半年間ぐらい配信やらなくなっちゃったんだからマジで、あいつは多分俺のこと恨んでるよ、恨んでると思う俺のこと、あの人も結構粘着質じゃない、そうだよ、ヒカル君のことでめちゃくちゃやってたよ昔、そんなやってた、やってたよ、パルちゃんの仲悪いね、あ、そうなの、そうパルちゃんの仲悪い、あれ曜日のせいで、そうだよ、たまたまなんかリー君が舞い込んできたからちょうど、あ、これ面白いなと思ったからツイキャス見たらコラボ機能がついてたから、俺上がったの、上がったんだ、そしたら あっちが上げちゃったんだよ、でそこから始めたんだよポンってな、いや俺だから一時期エビゾにブロックされてたんだから、最近解除されたのに、まあ最近俺基本嫌いだなと思ったらもうブロックして一生関わらん、栄養もあげたくないもん、名前も出さないね基本的に、少しでも言ったらさ名前出すとさ相手の枠に行くでしょ、まあね、それが栄養になっちゃうじゃん、うん、俺それが嫌なんだよ、少し目あげたくないもん、例えば松平健とかさもう栄養あげたくないもん俺、ほっといたら潰れるんだから、何も名前も出さない、触れないそう、ほっといたらどうせ潰れる人たちなんだから、いやそれがいいよ、もう全部ずーっとほっといたらいいんだよ、でどん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 目立たなくなってくんだから、で気づいたら自然消滅するプツン、チームうんこ食い、うんこ食いどもはやっぱうんこ探し続けないといけないね、今回一つたかしはでっかいうんこを失ったわけでしょ、大変だと思う、カードが どんどん減ってるよね、過激派を選ぶから、ああいう人をさおもちゃにしてると巻き込み事故食らう場合があるから気をつけないと、いやガチ勢はやめた方がいいよ、ややこしいことないそうだもんね、ガチ勢ってね、どこで土地くれて何すっか分かんないもんね、リスナーとかでもそうだよね、やっぱ変だなと思ったらもうピタッてピタッて消した方がいい、うん、なあどんどんおかしくなってくるやつとかいるもんななんかゲームのバグみたいになってくるやつとかな、いるからな、そういうやつもやらないよ俺、年末だけ年末、年末ぐらい、年末、年末だけだね俺いつもやろうってしてんの、あと何もやらなりゆき、もう大体ソファーの前、あとほっといても何かが起こる、他なんかあるわけないだろストーカーなんか、海外行きたいな、海外やっぱいいよ、新しいエリア、今年は台湾、台湾とかいいよな、台湾、小籠包で、小籠包、
小籠包を投げつけたりして。野球ね、グラウンド誰か空いてたら教えてください。土日マジでないんすよ。早くやりたいんだけど。夏は今度玉瀬打って、玉瀬、玉瀬俺も参加する。玉瀬に100万稼ぐ。100万円、うん、玉瀬で、もう全部玉瀬にしちゃうよ。玉瀬、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 玉瀬。70キロ分ぐらい行方不明になってんだよ。だってどうやったら70キロ行方不明なの。無料であげてたのかなと思う。金払ったら分かるんだよ、バカらしいからな、赤字って。玉線はあれ500円で売ってたっけ、700円ぐらい。あれ玉線いくらで売ったっけ。300円。あ、まあじゃあ薄利だな。300円だな。だけど値段も申請してこの値段でって決めるんでしょ。同じやつ、ね、そう、同じぐらい、うん、300円だよな、うん、もうずっと300円ぐらいでバーンってやってんだよ。300円ぐらいで儲かったよ。玉線があったから赤字になんなかったんだから。玉線はサブだからね。本当はポテトだけだったんだから。あ、ポテトだけにしたらもう20万ぐらいでお前マイナスだったよ。ギャンブルで負ける20万とポテトでのマイナスの20万違うからな、意味が。野球から本気になってお前顔がよ。ふざけやがって死ぬ気で売れてたもん俺。ふかしも怒りながら玉瀬で売れてた。ふてくされたり途中からねあれ俺もらってないんだから。俺1円もプラスじゃないんだからね。あれむしろマイナスだからね、全部やったから。まあ配信ネタになったからいいけどね。そうだよ、だって3人いたから均等に割ったら子供のお小遣いみたいなお金なんだよ。それじゃなんかさ、がっかりするでしょ、嫌でしょ。でその日の夜にあのポテトを何キロ分だろうな、あの善逸の家に持っててもうバカバカ置いてった。冷蔵庫に入らない量大変だよ。何年もそうだからね。あれあのイベントしかできなかったの去年は。他にもあったよ。あったんだ。あったあった。俺は中ちゃんは手伝いたけど、ヨーグルは行ってない。あれはカリちゃんにお願いしたよ。何度でもできんだよね。あ、カリちゃんにお願いしてやってんの。そうそうそう。で、場所代とか払って、はいはい、あれフライヤーとか、あれはレンタル。レンタル、レンタル借りてきてもらった。だから当日は立てて、あと売りさばくだけ、ね、売りさばくだけ。けどやっぱなんかテキヤ配信は数字集まんな。だからジュース売るだけですごい来たもん、赤ちゃんとやってる時なんですよ。だから需要あるよね。次犬来たらもう24時間犬移してるんだよ。24時間寝てる時も犬移してる。一切枠切らなきゃいいんだよ。野田さんみたいにつけっぱなしにしてずっと。だから1ヶ月5万円、まあ5万円10万円だな。10万円ぐらい犬に稼いでもらってもうランクで餌のグレード上げてくるんだよ。餌のグレードドン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 って。くーちゃんはノルマ1ヶ月5万円だから余裕でクリアしてるでしょ。最近はくーちゃん仕事してない、動かない。ゆいとが生まれる前は仕事してた、稼いで
今はユイトが一家の大黒柱になってる。ユイトを稼ぐな。ユイト、ユイピーが一番稼ぎ頭だよ。ユイピー、ユイトがいたらあの違う層が来るからね。ユイトリスナーってのがいるから。で結構配信者の人が結構来るからね。ユイピー、言うからね、あのパルちゃんがあの足へし折ったテツさんとかも来るからね来るからね、じゃあほんまに子供が好きなんぞ、ユイト、ユイトを見たい、来るから。いや結構なんかあの、こんな人も見てんだみたいな人たち来るからいろ結構いろんな人来てるって。配信者の人が結構多いからね。から強いよ、ユイトは。今の赤ちゃん世代は今のところ一番力持ってるからね。何歳まで打つすろ？ 3かな、3か4ぐらい。あとは自分で決めてほしい。ユイピーちゃん、じゃあ赤ちゃんが強いんじゃないって。赤ちゃんもやっぱセンスがあるんだろうな。赤ちゃん映すだけじゃなんともなんか、ね、センスがあるんだよ、うん、赤ん坊にも。よしばるしあるよ、センスがあるんだよ。かわいげのあるもん。喋り出したらいらぬこと言わんかね。いや知らんわ、わからんわ、それはちょっとわかんないわ将来のユイトに聞かないと。あるからね。ただやっぱうるせえけどな、犬でも何でも。ワンちゃん警察とか来るよ。機長も犬来たらいっぱい来るよ。子犬だから特に来るよ。めっちゃ来るって、ワンちゃん警察なあ。犬の前ではアイコスもダメだよ、何々はダメだよ、餌は何とかじゃないとダメだよ、散歩も何とかじゃないとダメだよとかさ、いっぱい来んだよ。うるせえよ、分かってるから黙っとけよみたいな。あなんなら多分餌とかにケチつけてくるやつもいるからね。このドッグフードはダメだよ、絶対いるから。そういうやつ、水は何じゃなきゃダメだよとか言ってくるから。マジで餌の種類でもすごいコメント荒れるの。言ってくるよ、その餌はダメですよみたいな、どうのこうのでとか、いっぱいいるからね。マジでうるせえやつらおるから、狂ってっかな。そうで、みんな違うこと言うんだよ。みんな揃って言うんじゃないから、みんなあの料理配信と一緒だよ。これにはバターを使えってやつがいれば、バターは使えなってやつがいて茹でろっていうやつがいれば、炒めろっていうやつがいてとかいるんだって。自分が全部正しいと思ってるから他の人の言うこと聞かない。みんなバラバラの言うこと言うからな。どっちだよお前みたいな。だから NG ワードに餌としつけと入れたもん。うるさいよ、一人一人のあれが見えた瞬間みんな同じこと言い始めるからなそれがないとね、何も分かんないから、あいつら地域差もある。違うよ、それでハイハイ聞くと今度そういう枠の流れができるんだよ。毎回毎回今度それを見て、今度リスナーもじゃあ何々するならそんな人なんですねとか始まるんだよ。始まっちゃうんだよ、どうしても。ややこしいんだよ、ほんとに。次から勢がうじゃうじゃ湧いてきて、うじゃうじゃ湧いてくるからね。終わってんだよ。よし、もうね、よっか、でも、枠切るわ。皆さんお疲れ様でした。あ、最後ナイスお願いします。今起きてる人
ナイス宣伝、モンジョリの家戻ります。ナイスお願いします。はい、はい、ありがとうね、みんなね。あと25ナイスください。あと25ナイス25ナイス明日何時起き？5、6時ぐらい。それぐらい。だからあと2、3時間後。そう。じゃあありがとうございました皆さん。あと3ナイス押して。お前ら寝てるでしょ。ナイス押してください。あほら、ね、寝てたでしょ。ねえ、寝てたでしょ。イヤホンしてる人はびっくりしたね、うん、やめろよって。いや、押してから寝ろよなあ。 FM ラジオじゃねえんだからなあ、押してから寝ないと。目覚まし時計と一緒だから。じゃあおやすみなさい。とりあえずありがとうございました。じゃあお疲れ様。